ダックスホンダ。はい。こちらのエンジンオイルを交換したいと思います。今429キロ。相方が乗ってますけどね。どうなんですか。基本的に、あ、向こう側にあるんだ。これ、あっち側にありますね。だから液パイの向こう側にありますね。液パイにかかりますね、これ間違いなくね。はい。これ初めてオイル交換かな。やったことないですね。いやー、これはやりづらいんじゃない？ね。結構ダックスは。ね。うん。どうですかね。一回も変えてない。珍しいでしょ。一回も変えてないって表現変ですけど。うん。通常私結構変えちゃうんですけど、新車の時のね。うん。これは変えてないんで、ちょっと変えましょう。はい。で、オイル交換で入れる、オイル入れるところが、通常だったら普通のこう持ち手があるところなやつなんですけど、これいたずら防止なのかどうかわかんないんですけど、持ち手がないんで、こういうコインドライバーみたいなのを使いますね。はい。で、グイッ、硬いね。回ったら、よっ、あ、硬っ、回らないですね。はい。回らないので、考えないんだよね。そうすると、まあ、こちら側が見ますが、ね。これね。うん。で、まあ、こういうコインドライバーっていう、手で回そうとしたら回らなかったから、こういうの使いますね。これを挟んで、そして、よいしょ。危ないけどね。気をつけてくださいね。こう、工具がこういうところにぶつかったら傷になっちゃいますからね。硬い。ね。うん、初めてだけどね。まずいね。はい。あんまりやってないんですよ。そう。自分のところのバイクはあんまり手入れないっていうね。一番いけないパターンだね。本当通常だと、自分のやつはちゃんとやるけど、お客さんのはまあ適当にっていうのが、普通のバイク屋さんっぽいですよ。ない、そんなのないから。自分のも、バイク屋さんのも、お客さんのも普通にやる。同じようにやるのが、普通のバイク屋じゃないの。マジ？ね。うちは、お客さんのはやるけど、自分のところのまとめ、だってお金になんないもん、これ。掃除してるだけだ。問題発言だらけでしたね。はい。真面目にやってますよ。冗談ですからね。真面目に受け取らないでくださいよ。はい。さあ、そしたらね、オイルを抜きますか。ね。で、私はですね、これオイルをね、抜くんですけど、抜きますが、危ねえな、これ。液パイできまない。液パイがこうやって、真下から見ると、こういう風に出てるんですけど、こういう風に、ここの間にあるの。危ないところにあるね。だからエンジンかけて乗ってきたってやろうとしたら、気をつけてください。火傷しますからね。はい。やばいよ、これ。やばい。うん。危ない、危ない。だって、両脇に液パイがあるの。こんな危ないとこないよ。位置的に。さあ、そしたら外しますよ。怖いねー。うい。いい感じで取るとね。はい。で、マグネットとかはね、ホンダさんはついてないんで、ちょっと寂しいんだけどね。はい。なんで、私、これ、もうないかな？あれ？ないかな？キムコのやつないかな？全部、もしかしたら、使っちゃってるかもしれない。あれ？あった。あった。よかった、あった。ありましたよ、ありましたよ。キムコ純正。キムコ純正に交換しよう。あれ？これなんか、何これ？傷入ってんの？ここに。よいしょ。あれ？これキムコ純正ですよね。マグネットついてですね。ただね、これ、なんかおかしいな。傷が入ってるな。ネジのところに。なんでだろう。そうなると、車外使うか。こういう車外のね、マグネット付き。の方がいいかな。アルミなんだよね、でもね。個人的にね、アルミのボルトってあんまり使いたくないんですよ。そう。だから、そのあたりを、ちょっと、はい。考えてね、うん、やります。トレンボルト。これが最近の、ここが12でね、ちっちゃくなって、前は17。まあ、トゥデイとか、そうですよね。それが変わってきましたね。ここはちっちゃいのになりました。多分、高トルクで締めるなってことかもしれないですけど。はい。で、ついてたのがこれですね。薄いんですね。1ミリタイプかな。ね。まあ、2ミリとかね、ありますけど。はい。で、これを、結構やっぱほら、ここの遊びっていうかね。うん。ありますね。うん。そう。まあ、これは別にそんな重要じゃないんですよ。ここの面で押さえてますからね。はい。で、やっぱほら、ずれてる。わかりますかね？こうね、わかりづらいと思うんですけど、ほら、線、跡が残ってますよね。はい。これが、多分こう、
多少こうずれるっていうか、かなりずれるんで、こういうふうに閉まったんじゃないですか、こういう。要は雰囲気的にはね。こういう感じで閉まったんじゃないかと思うんです。これがね。はい。だからこれ閉めるときに同じ位置じゃないと段付きがあるんで、ちょっとこれをもし閉めると変な隙間ができちゃってると、そこからオイルが滲んでくるっていうことがあるかもしれないですね。かもしれないね。はい。まあこれ使えないのかっていうとね、難しいとこですね。ただやっぱ使わないよね。たかだか何十円のものでこうケチって滲んできたらなんだってめんどくさいですもんね。そこなんだよね。はい。自分とこのやつだったとしてもやっぱり嫌ですよね、それはね。ということで、とりあえず今度はドレンボルトを買いました。キムコ純正のタイプですね。キムコ純正ターセリー S 用ですね。はい。それだとマグネットが付いてるんで、ね、マグネット付きの方がいいんじゃないかなっていう単純なね、そんなことねえよと。やっぱホンダが付けてないってことは必要ないってことだと思うんですよね。ね。ですよね。そう。必要だったらつけるもんね。オイルフィルターの方が必要なんで、本題にとってはね。マグネット付きドレンボルトね。そういうことでこれつけてるからね。はい。不要なものはつけないっていうね、いうふうに考える方もいらっしゃると思うんですけど。いやー、どうなんですかね、これね、なんてね。はい。これ2ミリ厚の方がいいですね。余計なこと。はい。ということでですね、このドレンボルトは取っておくんですよ。普通にホンダ純正がいいって人も中にはいるでしょ、ね、ね。はい。そしたらオイルを入れましょうかね。元フォーロード入れますか。ね。オイル交換の時は 0.8。ね。0.8 でいいっていうね。はい。そして、オイル交換じゃなくて、フィルターも交換ですね。オイルフィルターエレメントも一緒に交換の時は 0.85 リッターだそうでございます。これがダックス。ね。ダックスです。はい。ね、いいですよね。ね、レジャーバイクっていうのは非常にね、魅力的です。で、こんな感じでシート開くんですよね。ドカッとね。はい。そして、ガソリン、ここでね。やっぱりね、燃費がいい。あんま入ってないね。ほとんど空だね。まずいね。入れた方がいいっすよ。ね。入れた方がいいけど、入れないんだよね。そう。結局ね、そう、ここ全部鉄だもん、ほら。ここ全部フレームだもん。これ凝ってるよね。っていうか、まあ、最初のダックスがやっぱりすごいなっていうことだと思うんですけど、そういうの作るのがね、今このね、物がなかなか売れないとかそういう時代にこう作ってくるのがすごいですね。よほどの確信があったのね、売れる。間違いなくこれは売れるってね。そう。モンキーのフレームにこう樹脂のこうカバーかぶせるとかね、それでダックスにしましたっていうんだったら、まあ、なんとなくわかるんだけど、それやっちゃったらね、なんだよこれって言われちゃうからね。やっぱりそういう、こう、こだわるっていうかね。だから、シャリーとかも作れるんじゃないですか、これ。その技術を使えばね。作んないでしょうけど、売れないからね。多分売れない。シャリー売れっかな。今の古いシャリーが人気あるっていうのは、あれはモンキーだとかなんとかと、もうみんなそういうのはもう普通だからって言って、乗ってるんであって、当時はそんな売れてないですよね、シャリーって。どうなんだろう。そんなこと言って結構売れてたのかな。今の感覚からしたら売れてたのかもしれないですね。今ほとんど今売れない時代だからね。90年代後半からもう売れない時代でしょ。80年代がね、ピークですから。その頃のね、感覚から言ったら、売れてる時代からしたらそんな売れなかったっていうことだと思いますけどね。はい、今の感覚から言ったら、いや、それでもそんな売れてたんだっていうことかもしれないね。全容量は1リッターのね。で、交換の時は 0.8。オイルフィルターも一緒の時は 0.85。ね。はい。給油後必ずゲージにて、量を確認してくださいと。ね。書いてます。はい、これ全部タイでこういうカタカナで書いてあるね。日本語で書いてあるステッカーとか貼るんでしょうね。ね、タイの人はこれを見ながら、なんて書いてあるんだろうねって思いながら、貼ってんのか。まあ、しょっちゅう貼って、まあ、なんて書いてあるかっていうのは分かるかもしれないですけどね。これ、やりづらくなったね。いたずら防止なのかな。
こう出っ張ってるとなんかぶつかるとか、そういう感じじゃないですね。余裕あるからね。で、もしぶつかるんだと、これだと困っちゃうね。回せないくなっちゃう。こういうの入んないからね、上に。どういう、いたずらされるのかな。こんなもんだよ。いっぱい入れないの。いっぱい入れなくていいんです。はい。でも、本田さんもいっぱい入れないと思いますよ。半分ぐらいしか入れない。ね。じゃあ、スイッチオン。可愛いんだよ、メーターがね。まばたきするね。どうだい？こんな締め切った中でエンジンかけても大丈夫だぜ。いいね。ね、初めてのエンジンオイル交換です。チャ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 ーン。ね、はい。よし、これでマグネット付きに変えたんで、汚れがね、付着するでしょ。ね、いいですよね。はい、うん、まだ430キロか。ね、429だった？やだね、死に9みたいな感じだね。429だ。429。427とかね、やだね、死になんとかね、そういう場、あれだとちょっとね、まずいですけど。はい、シリアル番号とかついてる車両あるじゃないですか、よくね。限定車とか言ってね、何百台限定って。ね、番号によってはね、A っていう番号ありますからね。はい。そう。まあね、あれですけど。よし、そしたらば、DAX はいいね。うん、オイル交換しましたんでね。はい。で、あとは、試乗車のね、オイル交換とかも、まあ、したということになりますがね。はい。あとは何ですか？そっか、メニューやんなきゃいけないんでね。メニューね。ちょっとまだメニューやってないんですけど、はい。少しずつやってます。はい。ですのでね、完成したら販売をさせていただきたいと思います。メニューもね、うん、そうですね。あとレーシング S じゃなくてレーシング150の元カムやってないんですよね。普通にエンジンかかるようにして、あと燃料系もちゃんと動くようにしたんですけど、そこまでしかやってないんでね。だからやんないとまずいですよね。写真撮んないとね。はい。それもやって、はい、ちょっとね、行きたい。うん。販売する車両をね、やっぱりちょっと準備しないと。あとね、クロスカントリーですね。近所のね、常連の方がね、クロスカントリー買うの買わないだろうっておっしゃってるんですけど、ね、どうしたらいいですかね。結局、いろいろ悩んでるようでね、増車はできないって言ってね、何かを乗り換えなきゃいけない。何かは手放さなきゃいけないっていうことでね、どれも手放したくないんですよね、結局ね。そうですよね。そうです、それはそうですよ。やっぱりね、どれもいいからね。どうしたらいいですかね。どうしたらいいですかね。今乗ってるやつをそのまま乗り続けるのがいいのかなと。ね、結局そこに行き着くような気はしますけどね。ただ、ね、そう。ね、難しいですね。何でもそうですけど、ね、手放すっていうのはね。そう。やっぱ何かを得るためには何かを手放さなきゃいけないってことありますから。クロスカントリーいいですけどね。ただね、クラッチがもうそろそろダメですね、やっぱりね。変えなきゃダメだ、クラッチカバー。残念。うん。クラッチカバー、握ってる感じ、良くない。うん。本当はもっと軽いんですよ。で、遊びをもう少し作りたいんですけど、遊び作っちゃうともう多分、切れないんだよね。だんだんもう来てるんですよ、すでにね。だからクラッチカバー一回新品に交換してしまえば、それはもう解放、ね。次はもう起きないだろうと思うんで、対策品になってるんでね、新しいやつは。それに交換するってことですね。何台やってますかね、対策品。3台ぐらい私やってますよね。対策品に交換してますよね。違うかな ?2台かな、まだ。まだ2台ですかね。いや、クロスカントリー自体そんなにね、なんでそんなにやってんだっていうことになっちゃうからね、内緒です。はい。うちは別にクロスカントリー屋さんではないので。はい。そういうの多いですよね。変な話ね。はい。そう。まあ、TS185 もね、はい。まあ、何台かね、やらせていただいてますから、はい。ありがたいことにね。はい、そう。ね。何台売ってたら、いや、随分売ってますねって感じになりますかね。わかんないですね。そう、バイクってね。だって、びっくりしますよね。だって、アドレス V125 のボアアップ、400台以上やってる。それ聞いただけで、え、何言ってんのと思っちゃいますよね。びっくりしますよね。そう、びっくりしましたよ。
500台はやってないと思うっつって散々儲けたねっていう話でね。そう KRV はね、何台販売ね買っていただいてますかね。